はじめに知事から呼ぶお子さんが、昨日の府内の感染状況、1日あたりの新規感染者数が過去最高となる97人でございました。また1週間の平均の感染者数も 64.7 人ということで、非常に高止まりをしております。また速報値でですね、本日の感染者数が84人ということでございますので、この数字を見ていただいてもですね、今言い申し上げました1週間の平均値を上回っているわけですから、引き続き感染拡大の傾向にあるというふうに言ってもいいんじゃないかなと思っております。また12月に入りましてもクラスターがたくさん発生しておりまして、例えば一昨日までですと大学の寮で例えば31人、ホームパーティーで13人とか、飲食店でこれ2カ所ですけれども計19人というようなことで、非常に感染が拡大の状況にあるということで、極めて大きな危機感を持っております。病床の使用率につきましては、一般病床でいうと 27.1%、 そして重症の病床使用率、これはまあ今のところはまだ 9.3% ということでございますけれども、先ほどの松井議長のご発言にもありましたように、感染が拡大していきますと隔離が遅れる、また積極的疫学調査の遅れによって入院措置が遅れますと重症化しやすいというようなことで、非常に危機感もありますし、さらに重症者が増えてまいりますと、一般的な、例えば心筋梗塞とか交通事故などのような緊急的なですね、命を守るために必要な医療行為についても、影響が出てくるということで、今回もう一段強い要請をさせていただくことといたしました。まず全体の要請事項、先ほどの本部会議で申し上げましたけれども、感染者、11月1日以降の感染者の約 25%、4分の1が、飲食を伴う会合に起因をしているということで、それで飲食で感染し、それがまた同居家族、職場程度の二次感染も発生をしておるということでございます。それからやはり、年末年始を迎えます。年末年始はいろんな意味があるんですけれども、いずれにしてもこの年末年始を安心して過ごすためには様々な必要があるということで、一つは高止まりしている感染者を少しでも減らすということと、年末年始ということでの医療検査相談体制を構築をする必要があるということで、今回新たな体制をするということでございます。後で詳しく説明いたしますけれども、特にその飲食につきましては営業時間の短縮のお願いをするということで、なんとか少しでも感染数を減らしたいというふうに思っております。まず、飲食の営業時間短縮の要請でございますけれども、対象施設は接待を伴う飲食店、それから酒類を提供する飲食店等ということで、要請内容は午前9時から午後9時の間の営業を要請をするという、逆に言えば、その以後の要請についてはやめていただくよう要請をするということでございます。区域は京都市、期間は12月の21日から来年の1月11日までの22日間ということで実施をしたいというふうに思っております。これは期間につきましては GoTo トラベルの政府全体の停止期間ということで設定されますので、一応それを一つの区切りと考えまして、我々も1月11日までということにさせていただきました。それから協力店舗への協力金でございますけれども、1日あたり時短要請に応じた分1店舗あたりで4万円、ちょっと括弧書き の定休日、年末年始の休みは除くというのは分かりにくい表現になってますが、もともと定休日なんでその分は積算しないとか、あと例年例えば年末年始休んでおられる時期があればですね、その部分は除いた形で4万円。それで要件としては、中小企業それから団体個人ということで、大企業は対象外とするということ、それからステッカーを掲示かまたは業種別のガイドラインを遵守されている店舗に限る、それで、要請日以前から営業ということで、当然もう店が閉まっている場合はそれは入れないということと、それから時短要請したすべての期間について、時短に協力をいただくということを、
支給の条件というふうにしたいというふうに思っております。まあ、ただちょっとこれいずれ質問出ると思うんで最初に言っておきますけれども、準備とかですね、いろいろございますので、特別な事情がある場合でも、25日から取り組んでいただくということを支給の条件にしたいなと思っております。まあ、さらに詳細につきましては様々ございますが、それを改めて、まあ、ホームページで、お知らせをしたいというふうに思っております。それから、次は年末年始の医療検査体制の確保でございます。基本的には、京都新型コロナ医療相談センター、従来から、ここに相談の窓口を集約しておりますけれども、まあ、年末年始も24時間の受付ということで、しかも、5回線から7回線に拡充をするという形で、対応していきたいというふうに思っております。それで、まあ、年末年始につきましては、発熱とか咳などの症状のある方は、まずはこの相談センターにご連絡をいただきまして、まあ、そこから接触者外来等を紹介していくという流れにしたいなと思っております。医療機関の協力というのはずっとこの間お願いしておりますけれども、従来の年末年始に比べますとですね、症状のある方が検査できる体制というのは各医療圏域ごとにかなり確保してきておりますので、この相談センターの後の流れにつきましては、医師会等の協力を得てですね、かなり幅広い体制が整いつつあるというふうに考えていただいたらいいと思っております。それから、医療検査体制の確保では、特に年末年始に入院受け入れを行う医療機関につきましては、新たに受け入れた患者1名に対しまして、20万円を病院に対して助成をしたいというふうに思っておりまして、非常に年末年始の中でご苦労をおかけするということで、こうした措置も合わせて取らせていただきたいというふうに思っています。なお、入院医療コントロールセンター、それから自宅療養者等のフォローアップ情報センターにつきましては、これまで通りということは、要するに万全の体制のままで、同じ体制で、入院調整、療養先調整をやるのと、療養中の方の状況の把握についても、きちっと行っていきたいというふうに思っております。それから次が感染防止対策の要請についてでございます。まず規制でございますけれども、規制につきましては発熱等の症状がある場合はやめる。それから時期の分散延期も検討していただくということと、規制される場合については当然でございますが、感染防止対策を徹底していただく。それから、帰省先での親族同士で会食を行われる場合でも、大人数は控えると。特に、高齢者の方に会われる場合については、マスクをするなどの感染防止にご配慮いただきたいというふうに思っております。それから、初詣でございます。まあ、様々な措置を、それぞれの、神社、お寺で、さんで構築していただいておりますけれども、参拝される側としては、発熱等の症状があれば参拝を控える。それから参拝時期、境内での3密を控えるなどの混雑を避ける。それから大声での会話、飲食を控える。それから参拝先それぞれに、ホームページ等でですね、様々な情報を出しておられますので、そこの情報にはぜひとも注意をして、留意をしていただきまして、安全な参拝に心がけていただきたいというふうに思っております。それから飲食機会での感染。まあ、京都市内の飲食店につきましては、営業時間の短縮要請いたしますけれども、まあ、京都市以外においても、こう、9時を目安に飲食店の利用はぜひともお願いしたいと思います。まあ、会食についてはできる限り、同居家族とか、まあ、いつも一緒にいる方とやれば、まあ、感染のリスクが非常に少ないわけでございます。それから従来から言っております、4人以下、2時間を目安、発熱等の症状があれば参加を控える、ステッカー提示店の店舗の利用を徹底していただくということです。それから、これもまあ従来から申し上げておりますけれども、大阪府などへの不要不急の外出は控えるし、まあ、それ以外、区域内の往来も含めてですけれども、外出については必要性を改めて検討していただきたいと思っております。それから、職場内感染も、増えてきておりますので、年末年始の休暇の分散したこれも前から言っております。テレワークと時差通勤の推進。それから年末年始に慣例化している行事につきましても、必要性をぜひとも再検討していただきたい。参考までに京都府庁でもですね、私が例年、年明けに年頭の挨拶をしておりますけれども、それにつきましては、来年は、
ビデオメッセージということでさせていただきたいと思っておりますし、各団体に対しましても、年末年始の挨拶につきましては極力控えるようにお願いをしておるところでございます。そうした配慮もぜひともよろしくお願いしたいと思っております。それから相談体制でございますけれども、特に10月29日から1月3日の間につきましては9時から22時まで、ちょっと雇用だけ21時となっておりますけれども、生活雇用、一人親家庭の相談等に電話とオンラインで対応するということと、それを挟みます前後の年末年始の期間につきましては相談窓口を土日も含めて9時から22時まで開設するということで、様々な相談あると思いますけれども、なるべくワンストップで対応したいというふうに思っております。なお貸付金、助成金の継続につきましては生活福祉金、雇用調整助成金、それぞれ申請期間の延長をすることとしております。それから資料はここまでなんですけども、 GoTo Eat について一言だけ申し上げますと、これは新規の食事券の最終の80万冊につきましては、前回新規の抽選の受付を停止をすると言っております。それで、政府の方から昨日ですね、販売済みの食事券についても、利用について自粛をするようにという呼びかけの要請ございましたので、京都府におきましても、すでに発行された食事券、ポイントの利用につきましては、当面今月の21日から1月の11日までの間はですね、利用の自粛をお願いしたいというふうに思っております。これにつきましても、1月11日のところに合わせて、すでに発行済みのものについての利用自粛をお願いしたいというふうに思っております。最後にちょっと言っておきますけれども、先ほどの時短要請とか、それも含めて、先ほど京都市の西根危機管理官からも本部で発言ありましたけれども、京都市内に限定しているというようなこともありますけれども、非常に苦渋の決断として我々も決断いたしましたけれども、ここは府市協調で、医療現場への負荷をなるべくかけないということから実施をさせていただきたいと思っておりますので、年末年始にかけて様々な課題ございますけれども、府市協調で取り組んでまいりたいというふうに思っております。私からは以上です。よろしくお願いいたします。